こんにちは。皆さん。こんにちは。ヤッホー。そうなの、お昼珍しいでしょ。窓の外見えてないよね。汗汗。ちょっと待っててね、みんな。すぐ戻ってくるよ。すぐ戻ってくるからね。あれ？2日前と同じ服着てねって思ったそこのあなた、正解です。おはよう、みんな。ちょっと喉乾いたんで、ちょっとドリンクを飲ませていただいて。こんにちは。ちょっと服着替えたいな。だってこの前もこの服だったよね。ちょっと服着替えてくる。今帰ってきたの、本当に。なんかここ嫌だね。ちょっとなんかさ、お昼の配信ちょっと嫌だな。うわ、ちょっとさ、お昼の配信ってなんか嫌だな。この日光浴びたいじゃんね。この日光浴びたいからここでやる。ちょっとみんな見ないでよ、見ないでよ、見ないでよ。なんかさ、黒くない？アイリー、なんか暗くない？そんなことない？暗くない？なんか嫌な顔が嫌な、ぶっちゃくなんだけど。しかもなんか電波悪くない？これぐらいさ、明るいといいじゃん。なんかブサイクじゃない？もう切ってもいい？配信。もうやだ、なんかやっぱさ、ブサイクじゃんか。やだよ。映ってないよね、映っちゃいけないものとか。ちょっと待って。眼鏡かけてやる？それぐらいブスだよ。でも眼鏡かけたらさ、窓の外反射する恐れがあるから怖いよね。いいや。こんばんは、皆さん。そう、前髪切ったの、さっき。さっき前髪切ったの。ちょっとブサイクじゃないか、めっちゃ。みんな何してんの？なんでこの時間来れんの、みんな。暇なの？何してんの？みんな仕事じゃなくてお昼休憩とか？今帰ってきたんよ、愛梨は。この家に。ヤッホー、みんな。ヤッホー。ポニーテール珍しいよね。そうなの。大丈夫？お昼に配信なんてしないからさ。
もう今日はね、もうこれにてお仕事終わりなの。ちょっと鼻かゆい、さっきから。今日はね、もうね、これでお仕事終わりなの。だから、もう今日は暇なの。なんか変な味する。一番早かったの入り時間が一番じゃないか。今日はあの宣材写真撮ってきたんですよ。だから前髪切った方がいいかなってなって、やっぱブサイクラジオ配信にしようかな。どう？それかなんかもうこうやってやって配信しようかな。宣材写真撮ってきた。やばくない？ピヨピヨ。みんな何してんの？あれさ、ラジオ配信の仕方わかんないんだよね。ラジオ配信ってどうやんの？おお、できるわ。ラジオ配信本当に可愛いと思ってる？本当に思ってる？今日は大好きなメイクさんと大好きなマネージャーさんと大好きなメンバーたちと大好きなカメラマンさんと大好きなスタッフさんと久しぶりに会えて、もうとってもルンルン。あやりちゃんもうルンルン、超幸せだった今日。終わり、今日幸せだった。本当に幸せだった、みんなに会えて。メイクさんとかさ、今日ね、いつものメイクさんじゃないと思ってたの。多分知らないメイクさんだろうなと思ってたら、いつものメイクさんだったの。大好きなって思って。でもアイリーはあの表には出さない人だから、おはようございますって言ったけど、心の中はめちゃくちゃ嬉しかった。久しぶりにメンバーにも会えたしね。昨日はビスさんの撮影だったんですよ。だからあの若菜ちゃんとかにも会えたんですけど、今日はなんかいろんなメンバーに会えた。ルカチとかいろんなメンバーに会えてとっても幸せでした。もう会えりゃ今日という日に満足をしています。まだ午前中なのにね。もう疲れちゃった。今日はツインプラネットに所属している子たちかな。多分まだみんな撮影していると思う。アイリーは一番入りが早かった組なので、もう終わりました。で帰ってきました。でもね、ちょっと怖い思いをしたの今日。ちょっとさ、今日夜もし夜もするね、夜話すね。ちょっと今日怖い思いしたの、通勤時。だからその話夜するね。そうなの、アイリーね、入り時間早いか遅いかどっちかなの。一番早いか一番遅いかどっちか。夜も配信する。多分お昼は1時間ぐらいで終わって、夜も配信する。今日ね、洗剤はまあストレートじゃないですか。他にも写真撮ったんですよ。それがポニーがいいかなっていう服だったので、
ポニーにしたんですが、ポニーはやっぱ漏れないですね。ポニーはねぶっちゃいくになっちゃうんだよね顔が。今日マジで怖い思いした。もう半泣き、もう泣きながら行ったもん今日スタジオ。泣きながら行って、泣いてないけどね、もう本当に本当に泣きながら行って、泣いてないけどね、泣きながら行って、泣きながら行って泣いてないけど。でついてマネージャーさんとメイクさんの顔見た瞬間ほっとして、もう冷や汗いっぱい出てきた。もう心拍数爆上げ、ドク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 しながら、そうポニーテール、ツインテール、ポニーってね、こうやって見えてたら可愛いんだけどさ、こうやるとさ、なんかこれだけの顔の人みたい。だからちょっとこうやって配信しようかなこうやってこの角度で配信しようかな。皆さんお元気ですか？だから撮影する時もさ、ちょっとなんかこうやってやっちゃうの。ちょっとなんかこうやってやりがちじゃないだよね、アイリ。みんな今日はもうお仕事戻んの？みんながじゃあお仕事戻るタイミングでアイリーもさ配信切るからさ、仕事戻るわ。みんな何時まで昼休憩なの？ちなみにアイリーのママは12時から13時までが昼休憩なんだけど、みんなは昼休憩いつまでなの？仕事なう？仕事ない？仕事なうと仕事ない、おもろ、一文字違うだけで。今日1時間？え、学生さんはなんで見れてんの？アイリーの大学生か今見てんの。え、みんな12時から13時なんだ。じゃあお昼時に見て、見てくれてんのか、ありがとう。ニートは晩年休み。ニートしてんの？また君は。働け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 。授業はほぼ聞かなくていいやつだから。今登校中？え、登校中？登校、え、大学生なの？え、お昼配信いいですね。アイリー絶対しない、こんなお仕事。今日はさ、たまたまお仕事が早く終わったからしてるだけで、絶対朝早く起きてお昼配信なんてやんないからレアですよねアイリー絶対起きないからね。学食食べてんの？いいな、いいな。仕事見つからず今日履歴書書いてた。履歴書置いてきた、どういうこと？仕事見つからず今日履歴書置いてき書いてきたの？置いてきた。今日めっちゃ早起き、今日めっちゃ早起き、4時半に起きた。4時半に起きて、今日潜在写真撮るからと思って朝風呂して、で綺麗さっぱりしてメイクして行った。お昼食べてない、だからお腹空いてる。なんだっけアイリー、なんかみんなに話そうとしてたんだよね、忘れちゃったけど、なんかみんなに話そうとしてたんだよね、忘れちゃったけど。虫じゃないですなんかさ、ポニーテールだから嫌なの、なんかさ、か静止画を見られるのが嫌なの、だからゆなんか揺れちゃう。なんかともうラジオ配信しようかな、
ありがとう。誰？あ、カンタ。カンタありがとう。ゴリラもありがとう。アイス。ルナーナ、ミーコ、カメさん、イツキ、サンキュー。あ、イツキ誕生日おめでとう。同い年だね。おめでとう。アキニャンもありがとう。サンキュー。ラジオ配信したいな。なんかだってさ、こんな画面見てんのも嫌じゃない？みんなこうやってやろうかな。こんばんは皆さん。こんばんは。こんばんは皆さん。え、いつもと変わるよね。変わるよね。ポニーテールだから嫌なの。ポニーテールだから下ろしてたら落ち着くんだけど、やっぱポニーテールって。いや、あとお昼の配信だからやだ。なんか日光が味方してくれてない感じがやだ。下ろしたらヤマンバみたいになるから嫌なの。チャーくん、ありがとう。チャーくん、なんでこのタイミングで。ありがとう。チャーくん、なんで。ありがとう。ちょっと今あれ持ってきてないんだよね。ありがとう。え、チャーくんありがとう。ちょっと帰ったらするね。スケッチブックに書くね。ありがとう。サンキューだ。ありがとうね。安則さんもありがとう。ありがとう。そうなの。あ、なるほどね。ラジオ配信しないでってことかな。ラジオ配信しないでタワーかな。ありがとう。サンキュー。え、今気づいた。この頭のてっぺんにアメピンが刺さってる。今日は楽しかったな。久しぶりにメイクさんに会えてね。かわいいねタワーね。氷さんもありがとう。サンキューみんな。サンキュー。じゃああと40分やるね。T シャツはこんなヨレヨレになっちゃったじゃんか。ヨレヨレになっちゃったじゃんか。これもともとヨレヨレなんだよね、この T シャツ。去年からずっと着てるからね。かわいいよね。カメさんありがとう。なんかこの時間帯みんないて楽しいな。ありがとう。楽しい、みんなのおかげで。お昼だしね。でも今日曇ってるから晴れてたら最高だった。今日晴れてたら最高にいい日だった。でもちょっと曇りだったし、ちょっと通勤時怖かったので。マジで怖かったの通勤中。もう本当にね、もう泣いちゃうかと思って。帰り道もさ、その道通んないようにさ、ちょっと遠回りして帰った。なんかナビ使わずに、多分なんか変な道通らされたの、行きにね。なんかちょっと入り組んだ道を通らされたから。でも怖かったの、その道がめちゃくちゃ超怖くて。だからそのこのまあ四角形があるとするじゃん。で入り組んだ道を通らされたから、もう外を通るようにナビもせずに、もう感覚だけで歩いてたら駅までたどり着けたから、私は天才だと思う。マジで怖かったの本当に。でもさ、今さ言うとさ、多分まだみんな撮影してるからさ、場所が分かっちゃうかもしれないからさ言わないけどさ、じゃあ夜話すね。マジで怖かった、もう本当に怖かった。
ってな感じ。今日は本当に幸せだった。あとみんなに最後のラストこれも書いた。ラスこれ書いたな。なんか普通にラスアイの仕事してる気分だった今日。いつものメイクさんに、いつものスタッフさんに、ラスアイメンバーがたくさんいてめっちゃ幸せだった。なんか普通にまだラスアイ続いてるんじゃないかなって錯覚しちゃうような日だったな今日は。楽しかった。そうなの、なんかもうさしばらく会えないことを覚悟してたからさ、メイクさんとかだから嬉しかった。サプライズすぎた。嬉しかった。こんにちは、あーちゃん。こんにちは。あいり昔あーちゃんって呼ばれてたんだ。東京モンさんありがとう。和菓子達郎さんも。何これ、達郎さん、あご褒美なんだっけこれ、雪見大福だっけ。ありがとう。猫神さんもありがとう、ご褒美。あ、牛ちゃんもありがとう。牛ちゃんも昼休みありがとうね。なんだっけあれ、牛ちゃんになんか言おうとしてたんだよね。違う違う、牛ちゃんじゃない、誰かになんか言おうとしてたんだよね。あ、思い出した、思い出したけど言えないことだ。いや言えないことだって言ってなんかこの人になんか言いたいなってことがあったんですよ、ファンの人の誰かに。牛ちゃんじゃなかった。カメさんもありがとう、ご褒美。サンキュー。サンキュー、サンキュー。サンキュー、サンキュー。言えない、言えないことでもないんだけど、個人的なことだからここで言うのはやめとこうって話。ほら見て見て、ピンが出てくるよ。今刺さっている、このピンいる人。ちょっと待って、鼻がかゆい。夜までに髪の毛下ろそう。今日はもうね、寝ようと思う。待って、あれピンどこやった。待って、あれピンどこやった。捨てたかも、ごめん、捨てちゃった。みんなお昼何食べたの、何食べてるの。みんなお昼何食べてんの。ちょっと待って、マジで鼻がかゆい。何やめてほしい、こういうちっちゃい嫌がらせ。油淋鶏かサンラー焼きそばのやつ。いいな、油淋鶏、油淋鶏、油淋鶏にしよう。チャーハン、チキンカレー、辛いカップ麺、そうめん。お昼食べるの忘れて食べな。チャーハン、つけ麺。今中尾で牛と地鶏。いいなー、でも中尾行きたい。お昼はまだです。空気いいね、コスパいいね。空気、お昼ご飯だなんていい。うん、そうなの、そうなの。アイリも買いに行こうかな。アイリ一時期めっちゃ中尾行ってたな。なんか昔泊まってたホテルの近くに中尾があって、そこにめっちゃ行ってた、ラッサイだった時。あと福山駅にも昔中尾があって、なんか最近潰れちゃったんだけど、よく行ってたな。昨
昨日から寝違えて首が痛いんですよね。こっち何か食べに行ってこようかな、お昼絶対行かないけど、なんか一人で食べに行ってくるかな、お昼。ケンタッキーは超たまに行く、超たまに。中野って全国チェーン？広島にも東京にもあるってことは。あーそう、ラーメン食べたいなって思ってたの。そうラーメン食べたいなって思ってたの。一番よく行くファストフード店、あんまり外食しないんだよな。外食自体ガストかな、ガストガストかサイゼリヤがね近くにないの。福山にサイゼリヤがなくて、で東京でわざわざサイゼリヤ行く気にもならないし、福山にサイゼリヤがあったら行くと思うんだけど、福山にサイゼリヤがなくて行かないんだよね。でもあれサイゼリヤの小エビのサラダが大好き。あ、大戸屋も美味しいよね。大戸屋も好き。ガスでバイトしてんの？そうなんだ、絶対かわいいやんか。サイズでさ、あれミラノ風ドリアみたいなの有名じゃん。あれ食べたことないんだよね。普通のドリアか、食べてみたいな。じゃあみんなはデートでサイゼリアはあり派ですかなし派ですか。ドン。福山はさすがにマックはありますよ。舐めないでください福山のことを。ミラノ風ドリア安くてうまいんだ。デニーズがいい。弥生軒も、あ、弥生軒アイリ好き、大好き、よく行く。でとそれどう、サイゼとガストの違いそんな分からん。なし。デートでラーメン屋全然あり、あり派。アイリちゃんさんならどこでも。サイゼで喜ぶ山本アイリの画像作りたいな。作って。女性が行きたいならありだけど進んでいかない。あ、なるほどね。こんにちは。すごいすごい、いっぱい来た。学校帰りとかなら全然あり。あ、そうかも、いいね。学生とかだといいかもね。付き合いたて話、あー確かに。初デート以外ならいい。あーね、ネギシもいいね。ネギシうまいよね。牛タンうまいよね。ラーメンは全然あり。スイパラね、昔オリオと言ったわ。スイパラ、へえ。え、学校帰りにサイゼリアいいな。でむしろ行きたい、学校帰りにサイゼリア。え、めっちゃいいね。でも愛理はあの3回目以降のデートならあり、全然って思うんですけど、どうですか？なんか関係値によらない？関係によらない？別にさ、もう超仲いい、超仲いいならさ全然あり。ワイは学校帰りいいよね。学校帰りにサイズなんて最高じゃん、超青春じゃんね。いいな。愛理さ、学校の近くなんてさ何にもなかった、山だったからさ、もう何にもなかったから、なんか学校帰りにマックとかさ本当になかったの。だから羨ましい。高校もさ通信だからそんなないしさ、羨ましい。初回は焼肉とかいいね。焼肉、あり。焼肉食べれないわ、多分緊張して。初めてのデートで焼肉は食べれない、進まない。もうお肉の焼きた色とか多分分かんないと思う。むしろ学生ならサイゼ以外の選択肢なさそう。確かにマックかサイゼかガスとかジョイフルか、いっぱいあるよ。何言ってんの、いっぱいあるじゃん。くら寿司とかもあるじゃない。
くら寿司行きたいな。あいり胃に入れば何でも一緒だからね、何でもいい。そう、喉通らない。初めてのデートで、待って、あいりね、持論があんの。ないわ、ない、特にないです、ごめんなさい、やめときます。サーティワンは何、福山にあるかって話。サーティワンもあるよ、福山にあるよ。スガキ屋って何、スガキ屋デートって何、スガキ屋って何。初めてで焼肉に OK する女の子いい子すぎる。え、初めてで焼肉ってないの、みんな、なし派なの、みんな。カレーがいい、ラーメン派です。え、初めてのデートって何がいいかな。でもハンバーガーは絶対嫌なの、アイリ。ハンバーガー絶対好きな人の前で食べれないの、絶対に。てかアイリ、人の前でご飯食べれないから、そもそも。ラーメン屋さんなんだ、スガキ屋って。え、初めてのデート、じゃあ初めてのデートって何、みんなデートって何すんの、みんなデートって何すんの。映画館、映画館ってベタじゃない、あれ映画館はやだ、初めてのデート。そう、人前でご飯食べるの恥ずかしいの。だからあの二択の食卓のあの収録とかも本当に嫌だった、本当に嫌だった。なんかカメラの前であのご飯食べるのとかも本当にね恥ずかしいの、無理なの。個別握手会デートに入りますよ、入ります、入ります。じゃあ個別握手会行った後の、じゃあ一回初めて初回の個別握手会行った後の夜ご飯一緒に食べるとしたら何食べますか。でもさ、選択肢なくない。ラーメンはさ、さすがに初回ではないじゃん。ラーメン、焼肉、ハンバーガーなしってなったらさ、パスタ、パスタか定食屋さん。あ、大戸屋は、大戸屋行く、みんなで。充電が切れてしまいました。普通になんかさ、ショッピングモールの中にあるいい感じのご飯屋さんでいいんじゃん、解決。ツルトンタンって何、ツルトンタンって何、美味しそう。え、お昼ご飯何にしよう、パスタにしよう。お昼ご飯この後買いに行こうっと。喋り疲れてしまったので、ちょっともう私はあまり喋らないです。みんなのコメントを読みますね。確かにカレーいいね、カレーいいね、確かに。コアコアリア時間が遅いのでお店やってないっす。確かに。じゃあ一蘭とかどうですか、24時間営業のところありますし。一蘭とかどうですか、一蘭行きたいな。ちょっとさ、一人で一蘭に行ける度胸を身につけたいんですよね、私。大戸屋落ち着くよね、あいり。大戸屋一人で行ったことある、もうお腹が空きすぎて一人で入ったことある、大戸屋。一蘭は、いや個室じゃん、もう元祖ソーシャルディスタンスの店と呼ばれてるほど、あの仕切られてるんだが、あの注文の仕方が分かんないんですよね。
いや注文の仕方は分かる、注文の仕方は分かんの、券を発券すんじゃん。でさ一回だけ行ったことあるのママと、でもなんかどこの席に入ったらいいのかっていうのが分かんなくて、ちょっとそれがトラウマなの。券をさ発券すんじゃん、で出てくんじゃん。でさ好きなとこに座っていいの、好きなとこに座ってもいいの、え接触しないじゃん店員さんと、だから最高なの私にとって一覧っていうのは。だけどどこの席に座、どこ空いてるところに適当に座っていいの、あれってなんかよく分かんなかったんだよね。発見して空いてるとこ適当に座ってニンニクの量とかチェックして渡せばいいってこと。え一覧行ってこよう、適当に座ればいいんだ。えそれってさ店員さんさどこに愛理が座ったかっていうのは分かんの、それ店員さん分かんの、把握してんの全部。これ新規のお客さんどこ行ったんどこ座ったんだろうみたいになんないの。あ見えてんだ。えあれね絶対にニンニク多めがいい、ラーメン食べるならもう絶対にラーメン食べるならニンニク多めがいい、絶対に。ラーメンはニンニクでできてるから、あれはほぼラーメンにニンニクを入れない人はなんでと思う。もアイリニンニクを入れるから美味しくなるんだよね。アイリーねニンニク大好きなんですよ。初デートでニンニクを起こして口臭くなるのはやだな。あ初デートでさすがにニンニクは我慢するわ。それはデートはデートではさすがにニンニクは我慢するけど、仲良くなったら全然。もうあれニンニクがないとラーメン頼む意味ないと思ってるからね。そうそう、どうしても初デートでニンニクを食べさせたかったら、その相手にもニンニクを食べさせたら、あのお互いニンニク食べてればね無臭なので食べさせる、相手も相手にも食べさせる、みんなその方法で行こう。そうニンニクは2人で食べたら怖くない、臭くない。でもねデートでラーメン屋とか行きたい、行ってみたい、ラーメン屋はしごしたい。普通に普通になんか美味しいラーメン屋さんを探す旅に出たい。そう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 。くっせえカップルって言うなよ。いいの、二人が臭くなければいいの。深夜に歩いてラーメン屋行くのいい、いいね。なんだお前ロマンチストだな。いいね。あと二人で深夜にコンビニ行ってアイス食べながら、夏の夜にねアイス食べながらコンビニ行って帰ってきてみたいなのもよくない。深夜にラーメンもいいですね。深夜に一覧行きたいですね。誰か行ってくれますか私と深夜に一覧。えてか本当にね広島って市内の方にしか一覧がないんですよ。本当に福山に一覧ができてほしい。私は一生それを言ってるママに。福山になんで一覧ができないのか謎で仕方ありません。車屋さんとかさドラッグストアいっぱいあるのに、もう同じところに この敷地内に2個もドラッグストアいるみたいな、この敷地内にこんなに車屋さんいるみたいなところにいっぱいあるのに、なんで一覧はできないのか、私はそれが一生謎です。福山市はもっとちょっと一覧さんを推奨してください。お願いします。福山のお偉いさん、福山に一覧を作ってください。もう私は毎日通います。行きますか私と一覧。滋賀に一覧1店舗しかなくて積んでる。でも広島もね本当にあの本通りだっけ、本当市内に1店舗、アイリアその1店舗しか知らないけど、数店舗あるのか分かんないけど、
本当にね、福山市に作ってください、一覧を。みんなで署名活動します、福山市に一覧を作れって。本当に作ってほしい。一覧行ってみて。でも愛理も一回しか行ったことない、こんなに言ってるけど。でも美味しかったの、一覧。好きなタイプのラーメン。居酒屋デート、あー、お酒飲めるようになったらいいですね。愛理つまみ系の食べ物が大好きなので、居酒屋いいですよね。子持ちししゃもとか。そうなの、一蘭高いの、一蘭高いの。そうなの、大丈夫、愛理がおごってあげるよ。博多ラーメン、博多ラーメン食べてみたいんだよね、本場で、博多で。あとね、愛理ラーメンを食べるならセットでチャーハンも食べたい人なんですよ。あのチャーハンの残ったあのカスを拾いながら、あのちょっとラーメンの汁につけてシュッて食べるのが好き。へえ、ねえ、みんながさ、なんかやっぱ各地方にあるよね、美味しいとこ。この前ね、超地元のラーメン屋さんに行ったんですよ。もう超地元、もう超超超地元、もうほんとほんと超地元の、もう古い感じの、じいじがちっちゃい頃からあって、じいじもちっちゃい頃よく行ってたみたいなラーメン屋さんに行ったんだけど、もう普通にそういうところのラーメン屋さんってうまいよね。味付けが超好きなの。ラーメンはめっちゃシンプルで、あの八宝菜とか酢豚とかがめっちゃ美味しかったの。超愛理の好きな味付けだったの。普通にね、まあ一蘭とかも美味しいけど、普通にシンプルに、なんかもう本当に全然有名じゃないような、もう地元の人だけが知ってるみたいな、そういうお店って一番うまいよね。あとあれ、いつか二郎系ラーメンも行ってみたいですね。でもね、二郎系のラーメンってすごいお店が怖いイメージがあって絶対行けない。なんか一回友達となんか行くみたいなノリになったことがあるんですけど、さすがに行かなかったけど、行ってみたい。え、怖いよね。店員、まあ店員さんとかもさ、すごい、すごそうでした。なんか店内のなんか回転、なんか早く食べなきゃみたいな。焦っちゃいそうで怖い。どんな感じなの、二郎系のラーメンのお店って。あ、高蔵さんありがとう、タコちゃん。サンキュー。ペース見出すの怖すぎてもういけない。どういうこと？どういうこと？どういうこと？台にすると量えぐい。ジロー、コールミスすると刺されるよ。怖っ、そんな感じなの。ジロー系脂っこいんだ。ジロー系行かないけどエスコートします。ああ、心強いです。ありがとうございます。だよね、あのジロー系で、ジロー系ラーメンのお店に行って、ニンニクマシマシでって言いたい。ワイリー、それが言われたら死んでもいいと思ってる。ジローの店なんか誰も喋ってないよ。ああ、もう食べること、もう食べることに専念してんだ。なるほどね。喋っちゃいけない雰囲気とかあんの、戦場なの、官房長。携帯なんか触ってたら殴られる、そんな感じなの、怖っ。そんなことで死んでいいとか思わないくらい。え、言ったことある人、二郎系でさ、ニンニクマシマシでって言ったことある人いる？うん、あより死んでもいいと思ってる。残したらぶち
殺されちゃうの残したら。でも意外とテンポによる。二郎系選ばれし者しかたどり着けない場所なのかな。なんかさ、こうやってさ話聞くだけだとさ怖い場所ってイメージあるよね。でもやっぱ実際に体験してみないとわからないということで、みんなで押し寄せますか二郎系に。行ったことある？ある？行ったことありますよ。量すごいですけど。いいな。呪文がすごいらしいですよ。どういうこと？小ラーメンでも吐きそうになる。二郎系苦手なんすよ。野菜食べてお腹いっぱいになっちゃう。残したら裏連れて行かれんの？ちょっと来いって。怖っ。行きます行きますっつって、すいません行きます。おもろそうなんだ。へえ、行ってみたいな。え、でもさ味はどうなの？美味しいの？美味しいけど正直飽きる。裏連れてかれるのちょっとスリルあって楽しくない？行きます行きます。連れてってください裏。へえ、友達と行くみたいになったのはなんか池袋のとこ。池袋の二郎系のラーメンってどんな感じ？池袋ってやっぱさ怖いの？急に隣の客とロットバトル、何それ？え、二郎系ってさ女性のお客さんとかいんの？男性しかいない？味は豚のエスと言われてる。へえ、そうなんだ。二郎系のお店やってる友達はめちゃめちゃ怖い。おもろ。女性少ないんだ。女の人もまちまちいる。へえ。二郎でジュージューたまに見かける。そうなんだ。インスパイア系は普通の店だし美味しいよ。何、インスパイア系調べてみよう。いろいろあるんだね二郎って言っても。へえ、楽しいね。ラーメンって奥深いよね。アイリーラーメンの旅したいんだ。ちょっとみんなラーメンの美味しいお店あったら教えて、東京とかで。そう、油そば食べたことないの。なんか食べようとも思わないんだよね油そば。なんか自分から好んで食べたいなって思ったことない。美味しいの油そばって。何系が特に好き？こってりが好きかなアイリーは。あ、でもな、塩系も好きだよ。油そばうまいの？東京の駒込駅近くにあるラーメンかなで。駒込ね。へえ、調べてみよう。駒込のかなで。へえ、美味しいんだ油そばって。何、油なんかすごい油のイメージ。あれ、油あんま好きじゃないからさ。な、油そばって何なの？重い、ずっしりくる系？つけ麺。そうなの。この前さ、あの東京駅のさラーメンストリートにママたちと行ったので、つけ麺のお店あんじゃん。なんだっけ、ちょっと名前覚えてないけどさ、つけ麺の美味しいお店で、アイリーはそこに行きたかったの。でも家族たちはそのつけ麺を食べるぐらいならラーメンを食べたいと言っておりまして、私はつけ麺のお店に行きたかったんですけど、ラーメンのお店に行ったんですよ。本当はありつけ麺のお店に行きたい。そう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 、六輪車だっけ。そう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 、そこそこそこ。あとさ、ありカップ麺のさアフリの本店に行ってみたい。アフリ行ったことあります？皆さん。そう、六輪車つけ麺のお店ね、めっちゃ美味しそうだったの。そう、並んでた。なんかわけわかんない時間帯だったのに、3時とかなんか変な時間帯だったのにめっちゃ並んでたから美味しいんだろうなと思って。アフリって美味しい？
つけ麺うまいとこガチ。つけ麺もね食べてみたいんだよね。あり並べる全然。ユニバとかは並べないけど、食べ物なら並べる。アフリ六本木にあんの？つけ麺食いすぎて苦手になった。え、あるよね。食べすぎて苦手になるってあるよね。アイリーもさ、なんだっけ、らっきょう、らっきょう大好きでさ、風邪の時めっちゃ食べてたら大嫌いになった。今は大好きだけどね。アフリうまいよね、普通に。カップ麺好きなんだ。恵比寿にもあんだ。へえ。なんかラーメンって本当に美味しいとこ美味しいじゃん。あとさ、アイリーあそこも好きなの。浅草のさ、仲見世通りちょっと入ったとこにラーメン屋さんあるじゃないですか。あそこのラーメン屋さんがマジでうまくて、ゆずラーメンだっけ、ゆずラーメンだっけ食べたの。ゆずラーメン系超おいしくて忘れられない。アイリー、あーお昼ラーメンにしよう。え、みんなカップ麺だったら何が好き？アイリーさ、結構さ、ホテル暮らしなのでカップ麺生活送ってるんですよ。みんなのおすすめを教えてほしい。福山で匠、あーなんかあったね、なんか行ったことある気がする。ラーメンまずいと思ったことないかもな。確かにラーメンって基本美味しいよね。セブンの中本のはマジでうまい。辛いやつ、仙台味噌辛味噌ラーメン、そうやってセブンとか売ってる。もやし味噌、カップ焼きそば、あ、 UFO 食べたくなってきた。ラーメンじゃなくて普通に UFO にしよう。 UFO で食べた後口臭くなるよね。佐野ラーメンのカップ麺、へえ、初めて聞いた。あ、尾道ラーメン美味しいよ。背脂が入ってんの。アイリーあんま好きじゃないけど美味しいよ。尾道ラーメンぜひ食べに来てください。皆さん辛ラーメン食べれる。辛いのもいけるよ。アイリー義務で毎日ラーメン食べてる。どんな義務よどんな義務よ。出前はしないな。冷麺ね、冷麺たまに食べる。なんかこの前セブンに盛岡冷麺風みたいな麺があって食べた。どこだっけあれ、福岡、福岡で食べた。おもろ。アイリーラーメンマスターになろっかな。いや、なんかさ、自己アピールありますかみたいな、自己アピールなんかしてくださいって言われた時に、なんか一発できる、その場で披露できるものが欲しくて。アイリー全然ラーメンと関係ない話なんだけどって思ってるんだよね最近。なんか特技ありますか、なんか自己アピールしてくださいって言われた時に。なんかダンス上手な人だったらさ、即興でダンス踊ったりさできんじゃん。あれなんもないんだよ別に。唯一できるのがあの千と千尋のさ、線が湯婆婆にさこう引っ張られるやつのモノマネぐらいなの。でもさ、それをしたところでさ、えってなっちゃうじゃん。なんか欲しいんだよね。え、今できない、狭いからできない。またちょっと大きい舞台でやるね。またその時が来たらやる。簡単に見せられるものじゃないんだ。結構パワー使っちゃうんで、ごめんね。見たいと思うんだけど、ちょっと今日はごめんね。ケツアゴね、確かに。そういうのっていいの？いやでもね、なんか欲しいんだよね。なんか
すっげーってなる一発ギャグじゃないけどさ、一発芸、みんなを楽しませることができる。ね、もう57分じゃん、やば。そんな話してた？なんかごめんね、すごいラーメントークで盛り上がっちゃって楽しかったよ。みんなそろそろお仕事だね、お仕事戻るんだね、ありがとね。じゃあランキング読みますか。ランキング読みます。13位氷さん、12位アルマサトリアさん、うん合ってるよね、アルマサトリアさん、11位ゆきひらさん、10位シュカちゃん、9位ぎゅうちゃん、8位達郎さん、7位猫神さん、6位みのるちゃん、5位ゴリラゴリニャ、4位カメさん、3位カンタ、2位高蔵さん、1位チャク。ありがとうございます、ありがとうございます。なんかお昼配信なんかいろんな人がいて楽しかった、めっちゃ楽しかったお昼配信、ありがとね、ありがとね。みんな午後からもお仕事頑張ってくださいね。今日頑張れば土日、週末お休みの方はあとちょっと頑張ればお休みなので、もう一踏ん張り応援しております。ありがとね、いい休憩になってよかった、ありがとね、楽しかったです。みんな夜ご飯はラーメンにしよう。あいりお昼は UFO 食べるから、夜はみんなでラーメン食べようね。ありがとう。じゃあね、みんなお仕事学校頑張ってください。バイビー、ありがとね、バイバイ。また夜も配信するのでよろしくお願いします。バイビー。